はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望新生やってきましょう。さあ、前回はこちら、足利家への攻撃を開始していきました。で、足利家の本拠地昇竜寺城を落としたところでございますね。ですが、三好長慶が何やら不穏な動きを見せてるということで、気をつけないといけないですね。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、前回昇竜寺城を落としたということで、筒井家と領土が接しました。ということは、はい、従属ができます。ナイス、オッケー。さあ、筒井家従属しました。で、細川天球家も従属させることできるんですけど、従属させることによってこの細川晴元失脚のね、イベントがね、発生しなくなってしまうので、まあ、一旦ね、従属は見送りましょうか。で、続いてはじゃあ、本山家。そう、三好家と領土が接してるから、そう、本山家もね、従属できるんですよね。すごい、ナイス。で、長宗壁はまだ従属できない。で、一条家も、で、河野家も従属はできないか。まあまあまあ、まあ、とりあえずこの辺りにしておきましょうか。で、現在、ちょっと兵力も回復しないといけないので、しばらくは内政ですね。よろしいですか。はい、六角家の信用が60に到達しましたということで、これで六角家と同盟結べますね。オッケー、ナイス、よしよしよし。今後ともよしなに協力してね、足利幕府を支えていこう。どの口が言ってんだ。で、引き続きじゃあ神殿やっていって、で、できればね、他の拠点も攻めたいんだよな。口木谷どうしようかな。いや、口木谷もね、相当攻めるのが難しい、いや、山城なんですよね。まあ、どうしようかな。なんだったらね、鈴木家攻めてもいいんですけどね。ということで、じゃあ、鈴木家攻めていきましょうか。はい、じゃあ、最下城攻めますよ。援軍さあ、援軍ください。で、これがおそらく、三好に求める最後の援軍になるんじゃないでしょうか。で、これで、よし、いけるね。さあ、では、最下城を攻めていきましょう。行くぞー。いやー、三好長慶、今までありがとう。なんだってお前は何かよからぬことを考えているんだろう。私は知っているんだ。さあ、頑張れ頑張れ。で、最下城到着。頑張れ頑張れ。で、こちら銀山町建設、ナイス、いいですね。これで、はいはい。で、温泉郷も建設、ナイス。ということで、鋳造所ができますね、ナイス。で、軍の開発もだいぶ進んではいるんですよね。もうちょっとか。頑張れ頑張れ。さあ、そして私たちは最下城を攻めるんだ。で、じゃあ鋳造所作るか。こうですね。これで金銭収入が爆上がりする。 OK。 で、そういえば昇竜寺城に誰も入ってないんだよな。そう、ちょっとね、城持ちのね、武将がね、いないんですよね。さあ、頑張れ頑張れ。だいぶ削ってはいる。で、一旦細川晴元は下がろう。はい、あー、やれた、嘘。ああ、きつそうきつそう。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。いけるいける。よし、じゃあ一旦戻ろう。んー、で、残りの労力でどっか開発できる。もうこれで開発できるとこないかな。あるやん。じゃあ331、オッケー、いけ。さあ、ここで落ちるはず。頑張れ頑張れ、いった。で、はい、じゃあ加勢していきますよ。はい、名草の戦いかな。細川晴元 VS 鈴木沙太夫、いきましょう。勝負だ。さあ、鈴木沙太夫潰すぞ。まあ、言うて向こう一舞台だけだからね。さあ、いきましょう、勝負だ。さあ、いきまーす。はい、回戦シュピー、行くぞ。ではまずは、はい、高台を取っていきまして、いやー、59人しんどいな。さすがに59人は休ませていいや。じゃあ、三好長慶働け。さあ、いけいけ、頑張れ頑張れ。いやー、一部隊5700も相当しんどいな。意外と攻めやすいかなと思いきや、そうでもない。で、これは遠慮寺棟梁、はい、了解。我が方が、よしよしよし、いいよ。で、ここで三好長慶、じゃあ戦場切って、はい、オッケー、行きなさい。で、池田長政、じゃあ前出よう。
じゃあ一番ヤギはじゃあ三好池田長政にあげよう。今が動くべきだ。オッケー、よし、さあ一番ヤギは取った。じゃあ引きなさい、すぐ殺されるぞ。進軍を任せろ。でじゃあ細川春元も、はい、はいかに。オッケー、行きましょう。勝機をつかみ取りましょう。でこっちの高台取りまして、ナイフで延暦寺棟梁はこっち。よし、さあ鈴木沙汰を挟もう。はいはい、頑張れ。狙い時です。で一旦休ませるか。よし、でここで軌道低下。軌道低下微妙だな。微妙とか言ってごめんね。よしよしよし、狙い時です。オッケーオッケー。よし、でこうかな。まあ、なんだったら軒口行っても良さそうだけども、まあここは一思いにやってやろう。さあ、騎馬突撃だ、いけー、かかれー。いいね、いいね、騎馬突撃、いい騎馬突撃。はい、こうで、三好長慶交代、いいぞ。さあ、ここで倒せるはず。あー、いいですね、いいですね。さあ、三方向から挟まれている。いやー、これはひとたまにもない。ナイス。さあ、ここで鈴木沙汰は倒せるはず。ナイスー、オッケー、ナイス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 。よし、さあ、でこれで、はい、最下城落ちました。ナイス。ということは、はい、鈴木を滅亡させました。パチパチ、やったー。で、敵将捕獲で、全員投与できますか。で、できました、ナイス。オッケー、ありがとう。ヤエン軍もありがとうございました。あ、で、帰っていいからね。次なる手はいかに。で、こっちの部隊も帰っていいからね。お疲れ様。で、これによって、河内畠山家従属できるね、ナイス。ということは、北畠家従属できる、ナイス。オッケー、よしよしよし、機内をほぼ主に収めた。で、伊勢長野家も、はい、従属ナイス。オッケー、素晴らしい、ナイスナイスナイス、素晴らしいね。ではでは、この辺りで細川春元失脚のイベントを出していきましょうか。はい、お願いします。さあ、発生しましたね。いや、辛いなまあ、とりあえずイベントはね、前回見ましたんでカットしますけど、まあ、結果として三好家と細川家が切れまして、で、三好と細川天球家がくっついたという感じですね。まあ、なんとか三好が攻めてきても、この従属勢力たちが防衛戦力出してくれると思うんで大丈夫だと思うが、いや、でも大丈夫かな、怖いな。さあ、ただ三好の方は動いてきそうな感じはするんだよね。いや、まあ言うて、うちもだいぶボロボロだからね。いやー、戦いしすぎたかもしれない。で、厩舎の建設完了、了解。で、軍開発の方はできまして、あと開発してない場所はないか。ああ、ある、1個ある。うわ、最悪だ、マジか。まあまあまあ、落ち着け。はい、鈴木沙汰様が親方様に疑念を抱いている様子ですよ。いやー、マジで。いやー、三好家も仕掛けてくるね。鈴木沙汰話を聞いてくれ。まあ、一応家宝はね、たくさんあるんで、まあこれでなんとか。オッケー、よし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 。まあ言うてお金もあるんで、どんどん家宝買っていくか。じゃあ槍買って、いや、ちょっと残り2つ買うのはやめておこう。じゃあ逆にこれをあげるわ。サタユ、この槍をあげる。よし、喜んでる、ナイス、いいね。よし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 、いいでしょう。さあ、ここで伊丹城の開発が完了しました。ナイス。ということで、本拠移転やっていきましょうか。次の本拠移転先はこちら、石山ごぼうでございます。さあ、本拠移しましょう。オッケー。さあ、この石山ごぼうをたくさん育てていきましょうね。で、伊丹城の城主を誰にするか。そうだな、まあこの中で強いと言ったら鈴木沙汰しかいないよね。いや、こいつ戦力的にめっちゃ助かるな。じゃあ、昇竜寺町にこの茨城さんに入ってもらおうか。はい、お願いします。いいね、いいね。で、そうですね、いつ三好を攻めるか。まあ言うて兵数的には圧倒的にうちが不利なんで、いやー、辛いな。ではでは、こちら芥川山城から攻めていきましょうか。さあ、三好長慶に引導を渡す時が来た。
さあでは行きましょう。はい、今回は国志も参加させる。でこちら筒井家も援軍くれる。まあもうちょっと待とう。向こうがどんぐらい兵出してくるか。さあどうするどうする。で向こうもめちゃくちゃ兵出してくるね。まあとりあえず芥川山城まで到着するには時間がかかるだろうから、まあまあまあ待って待って。いやーでも結構来るな。で合戦いけるか。さあでは行きましょうか。水瀬の戦いかな。細川晴元 VS 三好長慶、行きましょう。勝負だ。まあ言うて2部隊しかいないんでしょ。だったら過去撃破でいいんじゃないか。さあ行きましょう。勝負だ。行きます。はい、回戦シュピー。さあ行くぞ。でできるだけ三好長慶の部隊を削りたいんだよね。まあ、このまま本拠攻めに行くこともできるから、よし、さあ行こう。続け。さあ頑張れ頑張れ。でまずは、はい、騎馬突撃。さあ鈴木佐藤頼んだよ。さあ強撃ナイス、いいよ。で一番やりは有馬重則。ああこいつ国衆だ、もったいね。さあ頑張れ頑張れ。でとりあえず松永久秀を削ることはできそう。頑張れ頑張れ。でこうやな。ご命令を。さあ行こう。オッケー。で松永久秀、はい撃破ナイス。で次はじゃあサタユー、こっち。はい、いやサタユーの加入はでかいな。行くよ行くよ。いうものを見せてくれ。行け行け。でそうだね、じゃあ細川晴元、こっち。はい、入ってこい。でこっちの部隊も入ってください。でこっちじゃあ下がるか。あーでもちょっと鈴木サタユー、スタミナきつそう。待て待て、お指図を頂戴し、一旦休ませる。こういざ向かう。さあ行け。でこれでもうちょいもうちょい、こうよし。これでスタミナ回復できたね。 OK ナイス。でこうだ。でこっち行ったん、いやここは国衆頑張るか。はい、さあ国衆には働いてもらわねえとな。できるだけ削らせよう。でこうこうやね。はい、OK、よし。さあどうする三好長慶この野郎。よくも俺を裏切りやがったな。その報いはね、甘じて受けてもらうからね。こう、はい、敵の退路を閉ざさ。頑張れ頑張れ。一旦こう、はい、さあどん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 行っちゃって。さあ三好長慶を許すな。でこう、さあ盾打っちゃって。でこっち、国衆を下げる。はい、 OK。 あ、分かった分かった、下げるから下げるから。でこう、いや延暦寺国衆は強そうだね。なんか思ったよりも強い。でこうや。でこう、はい、オッケー。さあこれで、はい、ナイス。三好長慶してった。ナイス、いいよ、ナイス。さあ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 、これで三好の本拠地の兵はだいぶ減らした。なんだったら高谷城も攻めていけそうだね。いやでもこっちからめっちゃ兵来るな。はい、芥川山城落ちました。ナイス、お疲れ様。ナイス、オッケーオッケー。で敵将をバグで、この3人投与。あ、2人来たんだ、いいですね。ナイス。まあ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 、この人も細川なんだ。細川多いね。じゃあ解放してあげて。でとりあえず向こうの部隊、これで静岡に来んねえかな。さあどうかしら。そっちが来んの、そっちが来るんかい。まあとりあえず防衛の援軍を呼んでおいて、はいはいはい、まあこれでいいでしょう。でおそらく三好も牽制できるはず。でこっちの開発も進めていきまして、はいはいはい、こうして、でこれで農村は一通りというわけではないが、しっかり座ってはいる。ただな、どうしような、大丈夫かな。言うて攻めてくるんだね。はいはいはい。いやー、これ大丈夫かな。さあ、ということで今回はここまでしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした。さよならー。